の末期、京の都で天皇側近の権力争いから起こった内乱、平治の乱。平氏総領の平清盛と源氏総領として互いに一歩も引かない緊張した一生の場面を再現しました。総領長の魂、闘魂あふれる舞をご覧ください。6個ぐらいかな、全部7個ぐらいある。